百鬼三郎は、日本の技術者、実業家、東洋陶器取締役社長を務めた、洋業家、川原特立の三男として、東京深川に生まれる。順天休号社を経て、1899年、東京高等工業学校洋業家卒業後、農商務省海外洋業練習生として、アメリカ合衆国に留学し、1903年、 コーネル大学大学院修了。父の親友だった大倉孫兵衛に雇われ、1904年の日本、陶器設立時に同社入社。日本陶器では解任された飛鳥カ太郎の公認として、技師長となり、同窓の西山忠を招聘するなどして、衛生陶器の開発にあたり、サニタリーウェアの役語として、衛生陶器の語を考案するなどもした。 1925年東洋陶器取締役。1929年東洋陶器常務取締役。1939年東洋陶器取締役社長。父の川原伊佐家は京都の元氏族。妻宮は日本陶器創業者大倉孫兵衛の四女で大倉陶園代表取締役などを務めたデザイナーの百木春夫は三男。 長男の茂雄は、九州大学工学部応用科学科卒業後、東洋陶器取締役などを務めた、東洋陶器創立者の大倉和地川義兄。ありがとうございます。